3、2、1、0。2月の4日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます、店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布でーす。2月の4日、今日は世界対岸デーだそうです。ところで、対岸って何？向こう岸？それも対岸。わかった。願い叶った。それは対岸成就。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。お供え、即用。志のご注文が増えてます。法事、ギフトはお任せください。ストーリーごと、店長よく出張行くけど、美味しいものあるとこばっかり行ってるような気がする。気のせいではない。